遊戯王マージャン遊戯相関図さあ、プロ同士の方に相関図書いていただきまして、人間関係を見ることでより深くその方を知っていこうというコーナーです。こんにちは、イティ君です。マキシュート、奈良さん、マリナです。よろしくお願いいたします。さあ、そして今回相関図を書いていただくのは、そんなケンプロです。よろしくお願いします。はい、そんなケンです。よろしくお願いします。園田さん、本当に気合十分で、はい、ありがたい限りでございます、はいはい、そしてですね、前回までの間はヒストリーですね、はい、もう3編に分かれまして、園田さんのです、ね、はい、ヒストリーを紹介していただきましたら、はい、やっぱ今度人間関係が気になってくるようなことで、ちょっと園田さんはどのような、ね、方と親交があるのかというのをちょっと聞きたいなと。あくまで、まあ、麻雀関係の方を前提で、ね、はい、ちょっとお話を聞かせていただければ、麻雀関係と、はい、はい、思っております。はい、ということで、はい、真ん中に園田さんをですね、書いていただきまして、はい、この方と、ね、付き合いがあるんだよ、親友なんだよとか、はい、ライバルなんだよ、昔ね、一緒に働いてたんだよ、飲み友達なんだよ、なんていうのをちょっといろいろ教えていただけたらなと思っております、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、麻雀遊戯王チャンネル登録よろしく。総一郎、はい、鈴木総一郎、あ、ね、よかったです、はい、そうですね、すみません、あの、はい、イフィングごめんなさい、あの総一郎と言われると中岡さんしか出てこなくてロッチの中岡さんしか、ロッチの中岡さんしか、はい、総一郎は一緒に総研っていうね、YouTube ね、はい、やってるで、ね、でも、はい、もうめちゃくちゃ一緒にいますね、はい、あと編集でね、あの小西宮君ね、はい、知らないですかね、小西さん、すみません、ちょっと、一分か存じ上げてないんですけども、はい、はい、はい、今、最高戦の関西のね、はい、女流プロなんですけど、関西の方なんですね、はい、ここが編集とかやってくれてて、はい、まあ、チームその件としては、まあ、こんな感じかな、小西は大阪なんで、はい、いつもリモートなんですけど、はい、ここはよく一緒にいるかな、で、そうちゃんとはね、はい、結構もう、いろいろ、別にその件以外でも一緒で、最高戦の理事会っていうのがあるんですね。まあ、理事会の中にも、まあ、だから一緒に仕事したり、よく飲みに行ったりするのが、まあまあ、総一郎。はい。総一郎がいて、はい。あと、野口っていう。ほうほう。まあ、あるか。あんまり知らないですね。あるか、漢字。あ、あるか、あるか。はい。あ、ある、はい。漢字で、漢字で書きましょう。すいません。漢字、僕苦手で。結構苦手分野があった。そうなんですよ。そうなんです。漢字ね、全然もう書けなくなっちゃって。あと、なんですかね、坂本正史とか、あと、浅井とか、はい、浅井ですけど。浅井とか、はい、ここら辺もね、その、理事会メンツで、よく飲みに行ったんですね。あと、中郡圭司とか、はい、チェスの、日本代表ですね、もともと。ああ、すごい。はい、中郡圭司とか、はい、そこら辺がいて、で、結構、ここら辺は、野口一派っていうのがあってですね、最後戦もですね。はい、はい、この、野口みちる率いる、はい、はい、野口一派っていうのがあって、理事会からの野口一派かな。なるほど。あと、なんだろうな、桃江ちゃんとかも。ああ、はい、田渕さんもそこに入られるんですね。桃江ちゃんとかも、これに入るかな。はい。はい、あ、桃ちゃんもそうだ、理事会に入るんですね。そうなんですね。だから、みちるちゃんがなんか、野口一派をどんどん最後戦の理事会に引き込んでくるっていう。なるほど、なるほど。すごいですね。でね、あとは、勉強会があってですね、はい、勉強会が、まず VS 研っていうのがあって、これは最高戦だけなんですよ。最高戦の人たちだけのってこと？最高戦の人たちだけの研究会って、これも20年弱続いてるんですけど、これが、まあ、ズンタンとか、あと、ダイコさんとか、はい、まあ、ここら辺が、最初から言うメンバーですね。あと、誰がいたかな、もうちょっとね、誰がどの研究会かっていうのがちょっとよく分かんなくなってくるんで、結構、そうなんですよ。で、ちょっとね、VS 研でっていうと、まあ、ここは、まあ、ある方もめっちゃ入ってますね。なるほど。ここも入って、はい、あと、渡辺とか。水巻渡る、うんうん、あ、水巻さんですね、はい、はい、とか、富さんとか、あと源太とかね、はい、あとは友添さんとかもですね、あ、友添さん、アフロ、はい、友添、アフロ友添さん、はい、あ、で、まさしとか、はさりとかもさりとか、なんかね、だからいろいろね、かぶってるんですよ、まあ、そうなりますよね、はい、そう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 、ね、はい、うん、あと山崎俊とか、あと清正とか、VS 研っていうのは、こんぐらいのメンツでやってるって感じですね。で、ここら辺が、まあ、多分最高位戦かな、うん、なるほど、ね、はい、あとね、まあ、ちょっとこう研究会とか一緒にやってないし、理事会とか一緒にやってないけど、まあ、ここら辺はね、だからなんていうんですかね、まあ、プライベートで別に飲みに行ったりしないですね。あー、なるほど、だからなんていうんだ
ろん、まあ、だからそもそもプライベートで飲みに行くことがないんですけど、うん、ちょっと今度これ今度明日空いてる飲みに行こうぜみたいなのないですね、うん、はい、そんなほぼないんですけど、まあ、ただ勉強会の後とか理事会の後とか、はい、必ず飲みに行きますし、はい、まあまあここら辺とかはなんかじゃあちょっと今度みんなで旅行行こうよみたいな感じで旅行行ったりとかはしたりするんですけど、うん、はい、明日空いてる飲もうみたいなそんな感じじゃない、もうないってことなんですね、もう必ずまあ勉強会後とか、はい、そういったことなんですね、うん、はい、だけどちょっとこういうのとか関係なくで、はい、まあ、プライベートで仲いいっていうと、はい、名古屋とかね、ああ名古屋さん、はい、河野さんですね、はい、イーピン君に声が似てることでございます、うん、そう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 、はい、で名古屋と、まあまあ、あと、まあ、ちょっとね、奥さんの美代子がね、はい、はい、名古屋美代子夫妻がね、夫妻、ご夫妻ですね、そうだな、はい、感じですね、で、あとね、もう一つ、東証会っていうのをやってます、はい、これはまた VS 券とは別で、はい、VS 券とは別で、はい、東証会もちょっといろいろ今分かれててですね、はい、はい、平日のお昼、平日の夜、休日みたいな感じで、東証会が今、3つの派閥に分かれたんですよ。なるほど。東証会が単に集まれる人たちで分かれてる。そうです、はい。はい。で、だからもうちょっとグループ1、グループ2、グループ3みたいな感じで、東証会言ってたんですけど、ちょっとどれが平日昼だっけみたいな。分かんなかったんで、ちょっとね、名前がついたんですよ。はい。はい、で、僕は今入ってるのが、うつつっていうのも。はい、あら、かっこいい、はい、はい、なるべく漢字一文字で表現、どれか分かりやすいように、はい、現実の弦と書いてる、現実の弦ですね、はい、写すっていうのですよ、はい、夢か、これが平日の昼です、はい、平日の昼っぽいですよ、なんか確かにそうですね、うん、夢か写すかの写すですよね、平日昼っぽいです、そうそうそう、はい、でもう一つが、はい、ひらがなとか書けない漢字書けないんですけど、はい、ぬるいわー出た、ね、妖怪のぬえですね、妖怪のぬえです、はいはい、ということは 夜集まるんですね、夜集まるんですねそう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 なんです、漢字の中に夜って字が入ってる、はいはいはい、はい、ですね、でもう一つ休日の昼にやってるのが渚っていうんですけど、渚っていうんですけど、渚は僕入ってないんですけど、このうつつとぬえに入ってる、なるほど、はい、でこれは最高支援だけじゃなくて、はい、いろんな団体で、やりましょうっていうふうになってるんですけど、はい、これで言うとね、まあ、結構ね、メンツ被ってるんですよ。被ってるんですけど、あと、なんすかね、向こう、バッシーとか、はい、被ってないところで言うとね、はい、ヤジとか、はい、うん、あと、まあ、石田さんですね、最高戦エヴァの石田さんとか、あ、まあ、現在こっちにいる、はい、あと、新脇とかね、新脇、はい。はい、シンプルな脇がですね、はい、もう一度お願いします。シンプルな脇が、シンプルな脇です。シンプルな脇は、はい、はい、シンプルな脇は新脇さん知らないですか、ああすいません、はい、ちょっとピンクも存じ上げなかったんですけど、はい、シンプルな脇はさん知らない、はい、今のところ4回ぐらい聞き直して4回とも悪口に聞こえるんですよ、はい、これ、ね、天保ネームがあるシンプルな脇が、なるほど、そうなんですね、はい、新脇、なるほど、もともと天保で有名なプレイヤーがマジャンプロになったので、ね、なるほど、我々、ね、はい、ちょっと不勉強でございました、はい、覚えます、いえいえ、はい、別にその覚えたのもいいですずっと、あと、これ、ドッポとかね。あ、ドッポとか、はい。ドッピーとか、はい。あとは、あ、ケイ君とかもいますね。はい、あ、中林さんとかね。はい。ケイ君とかで。なるほど。団体の垣根をね、超えてます、そう。だから、下、あと、下西。あ、まあ、ちょっと、あと、まあ、かぶってるのが、はい。だから、玄太とか、大悟さんとか、ここら辺かぶってるかな。で、あと、まさしが、ここら辺、まさし。ああ、いいですね。坂本さんは、どこにでも出てくる。うん、そう、はい、ね。勉強熱心、はい。勉強熱心ですね。あと、まあ、木村さんっていう、まあ、ちょっと漁師の人が入ってる。両者急に海から参戦、はい、そうそうそう、海から参戦すごいですね、はい、あ、マージャンプロですよ、もちろんね、そうですね、はい、両者さんとプロ雀士を両方やって、そうね、朝漁行ってね、ね、朝漁行って、いや、さすがに対局の日はね、さすがに漁行かないととんでもない体力使いますからね、朝めちゃくちゃ早いみたいな、そうですよね、ですよね、はい、そう、中の力ね、で、ただこの東証会ではもともと社会人リーグってやつから発生して、ああ、社会人っぽい、確かに、はい、そう、そう、メンバーが社会人っぽいでしょ、社会人で、練習する時間取れない人が金曜の夜19時から集まって練習会しましょうっていうのが、まあ、で15年ぐらい前に発足したやつがあって、はい、そしたらなんかよくわかんないけど、はい、なんか荒井書いてないの、荒井さん、はい、ご機嫌な一発屋さん、ご機嫌な一発屋さんですね、荒、はい、井さんが途中で入ってきて、はい、その頃から最初は社会人しかダメだったんですけど、はい、
なんか新井さんが入ってきたぐらいからなんかそこら辺うやむやになって何でもいいじゃない、社会人じゃなくてもなんかオールカマーでやろうみたいな感じになって、今投資を変えて名前を変えて、今年からずっと縫えてなったんですけど、まあこんな感じの、ね、メンツですかね。かっこいい、はい、こっちが最高位戦だけの勉強会、こっちは、団体問わず問わずですか、だけど対抗戦の協会だけか、うんうん、でも社会人の方っていうの対象があったからっていうやつ、ね、そう、ね、うんうん、だけどまあまあね、まあ今その若手で強いって言われる人たちがまあそれなんですね、はい、お名前ね、はい、存じてる方ばっかりですね、だからまあ基本だからね、全部ここも終わった後飲みに行く、はい、飲みに行く、まあ、ここも終わった後飲みに行く、まあ、ここも終わった後飲みに行く、すごい飲む、うん、そう、だからそうなんですよ、だからここら辺で飲んでるともう体がボロボロになるんですよ、いやもう体調を心配してしまうんですよ、大変ですね、はいはい、まあ、こういうのがあって、あと勉強が絡まないところでは、はい、おじ孫っていうのがありますね、はい、これはあの団体戦、セリアローさんでオールスターリーグっていう、はい、あの今あの、ね、アベマで芸能人の方のオールスターリーグってありますけど、セリアローさんでやってるオールスターリーグっていうのがあって、まあ、だから M リーグより前に、はい、ああいうチーム戦みたいなのを、まあ、やってたんですよ、はい、団体問わずで女性必ず1人入れて3人1チームでの団体戦っていうのがセリアローの企画で、あったのがあって、はい、結構ね十何チーム出るんですけど、はい、これ おじまごってチームで2年しかやってなかったんですけど、はいはい、これ2連覇したんですよ、わら、はい、すごいですね、はい、2連覇したっていう、はい、でその十何分の1を2連覇したっていう、この夢のドリームチーム、はいはい、これが、まあ、木原さん、木原浩一、はい、木原浩一さんですね、はい、浩一と、愛一、うん、愛さんですね、はい、愛が勝てなくて受けになっちゃった、はい、愛には心があるもんね、そうなるほどね、はい、愛、はい、愛です、はい、ここら辺も仲良いですね、で、あとね、はい、気がついたら、はい、よくわかんないですけど、はい、歌舞伎町とかで飲んで、はい、気がついたら一緒に飲んでるって人がいてですね、なぜかふわっと、ふわっと一緒にいるわけです、ね、ふわっと気がついたら飲んでるって人がいて、はい、面白い、それが、はい、まあ、この連盟系でいくと、はい、山田ひろさん、あらー、はい、菅本町から参戦、はい、あとなんか、まあ、吉田直さんね、ああ直さん、はい、気がついたら飲んでる気がする、ね、なんだよね、はい、はい、うん、呼んだ呼ばれた分からないですけど、なんか飲んでる、そうですね、はい、よく分かんないですね、うん、あれちょっと待って、なんか忘れてんの、はい、あ、松ヶ瀬だ、ああ、いました、松ヶ瀬だ、はい、松ヶ瀬さんこれでいますね、滑り込み、はい、うん、滑り込み、はい、こんな感じかな、はい、これも連盟系かな、はい、あ、そうです、確かにそうですね、はい、急にふわっと一緒に飲む連盟の方、ふわっと連盟系で、はい、連盟系で言うとなんだ、だけどタッキーさんとか、はい、あ、タッキーさんの直接でなんか、滝沢さん、確かに飲み仲間になりそうです、そうですね、お酒といえば滝沢さんが入ってきたんですね、うん、あとはかっちゃんとか、はい、勝松さん、はい、勝松さん、はい、なんかここら辺が指定関係らしいですね、なんかよくわかんないけど、おお、ここら辺指定関係なんですけど、はい、もうこの人なんかアホみたいに飲むんですけど、アホみたいに、この人全然飲まない、飲まない、はい、あんまり同席しないですね指定関係と言えば、そうそう、両方ならいいんだけど、なんかどうせ、はい、ね、はい、こんなところですか、なるほど、ね、基本だから飲み、うんうん、飲み仲間的な感じであり、はい、まあ、勉強会メンツでありみたいな、はい、あ、そうだ、危ねえ、ドリブンズ忘れてました、あ、ここないかなって、確かにあえてかと思いました、う、うんうん、ドリブンズはね、だけど終わった後、初年度めちゃくちゃ飲みに行ってたんですよ、はい、毎日その試合後飲みに行ってたんですけど、はい、コロナが始まっちゃって、うん、そうですね、飲みに行くなってなっちゃったんですよ、うん、だからね、急、全然飲みに行く、ドリブンズだけで飲みに行くってことが3年目以降ほとんどなくなっちゃった、なんかもったいないですね、丸山、うん、はい、さんが入ってからは、丸山、はい、さんが入ってからは全然、うん、ってことですよね、そう、だからかなちゃんとは一応あのチームからはダメって言われてたんだけど、練習会の後にシュシュシュって言ったりそうそうそう、シュシュシュって、ね、練習会の後にね、サクッとね、そうそう、サクッとね、はい、サクッとね、サクッとです、全然飲んだうちに入らないやつ、そう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 、全然飲んで、まあね、まあ、今だったら言っていいでしょう、はい、大丈夫ですかね、そうですね、はい、まあそう、うん、時効はね、1、2ヶ月ぐらいの話だと聞いてますから、はい、
そうか、別に飲みに行く人たちだけを書きなさいじゃないですもんね。いやでもいいですよ、いいですよ、はい、そんなんで書いていただいた結果、気にかけてる後輩とか書く人とかも、ああ、まあ、なるほどね、はい、はい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 。でもこの何でしょう、はい、園田さんの中でやっぱこう関係図を書くと、うん、やっぱり飲み仲間がどうしてもこう増えるという、そうですね、はい、分かりやすいですよね、うん、これも、はい、特徴をよく、はい、捉えられてるなという、そうね、一番コミュニケーション取れるんですよね。そうなのよね、いやそうね、いやこれ、いやまずいな、あらまずいですか、いや、ね、いや出さなきゃなんないなーって、あ、なるほど、もっと出したい方がいるものだということですね、なるほど、ね、いやそう、はい、だけどね、結構ね、やっぱね、よくしてもらってるのが、はい、さらっと増えた、増えました、やっぱね、北海道とかやっぱね、行く機会多いんですけどね、はい、北海道の、まあ、伊藤夫妻とかね、はい、はい、北海道にも誠一さんとかなこさんがいるんですね。誠一さんとかなこさんいるんです。北海道もいるんですよ。はい。北斎でやってて、このまま、あえるっていう、あえるっていう、マージャンアミューズメントスペースみたいなのあるんですけど、うん、最後下のリーグ戦でも使ってるんですけど、うん、そこをやってはる北斎で、そこはもうすごいよくしてもらって、まあ、北海道行くたびに必ず会いますね。うん、はい、じゃあ確かにヒスリーの時も北海道にいらっしゃったって言ってましたもんね。うん、そうなんです、そうなんですよ。でも北海道の人、まあ、あと、いろいろ。はい、いますよ。ちゃんと、はい、そう、ね。その点の中に様々な人がいると思って、はい、ね、思っていただけるんですけど。いやー、まずいなとはいえですよ、はい。十分出していただきましたから。うん、やっぱりこの方はね、出してなかったなっていう方がもしいらっしゃったら、うん、これはちょっとまた次回来ていただいた時に、あ、そうですか、はい、第二相関図で書いていただきましょう、うん、これ絶対言われるんだよ、これないっすよ、はい、絶対、僕のこと書いてなかったよ絶対言われてるでしょ、みんな、そんなことないですよ、そうないですか、ない、大丈夫です、はい、ないですか、はい、コメント欄見てください、びっしり書かれますから、あの人がいない、あの人がいないです、あの人がいない、あの人がいない、でも逆に近すぎて書かない私じゃないって方多いですから ね、 あね、そうですね、近すぎて書かないパターンもあるからね、よくあるよくあるすごい、はい、お気に入ったフォローコメント、はい、ですので今回はこのような相関図というのをね、うん、はい、見ていただきたいと思います、はい、はい、ということで、はい、本日もそんなところありがとうございました、あ、ちょっと待って、おっとおっと、ここでここで、はい、これ忘れちゃダメです、あ、分かったら、そう、行きましょう、さっきのはあれを書いてサイコロ、あー、そうだサイコウタロウさん書かなきゃダメですよね、そうそうそう、危ない危ない、すいません、大事な締めてるとこ申し訳ない、大丈夫です、これ忘れたまずい、ギリギリの滑り込みです、サイコウタロウさん、はい、ちゃんと書かれましたから大丈夫ですよ、はい、はい、同じ高校ですもんね、はい、はい、改めてサイコウタロウさん含めまして、はい、いつもご感じでございました、そんなプロありがとうございました、はい、ありがとうございました、さあ、この動画が面白かった方ですね、サイコロ太郎さん間に合ってよかったと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。